皆さんこんにちは、凛太郎です。今日はですね、雷属性のチャージャックスの装備紹介をしたいと思います。よろしくお願いいたします。では早速装備の方を見ていきましょう。はい、それではこちらが装備の一覧となっております。使用する武器が炎炎の鳴畑姫ですね、の武器を使っております。こちらですね、雷属性が、脅威の75、強いと書いてありますで、まあスロットはないんですけれども、百竜装飾品のところに、今破竜竜獣を入れております。まあ、ここはね、あの対戦する相手によって変えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。続きまして防具ですが、頭から鳴畑いぶし巻彦、鳴畑メルゼ、メルゼというふうになっております。装飾品がこのようになっております。また画面に一覧を出しておきますので、そちらも参考にしてみてください。こんな感じですね。はい、で今4スロがね、1つ空いている状態になっています。で、使っている碁石なんですけれども、今私が使っているのは、弱点特攻2がついているもので、2スロットが1つと1スロットが1つ空いているものを使用しています。はい、こちらがスキルの一覧となっております。今回押したいポイントとしては、なんといってもこの風雷合一ですね。で、このスキルなんですけれども、鳴畑姫と伊伏巻彦の防具を組み合わせることによって発動します。で、これをレベル3まで発動させると、今ねスキルの詳細が右に出てると思うんだけど、雷と竜の属性攻撃値を 1.15 倍にすることができます。なので、この風雷合一と雷属性攻撃強化、これをレベル5まで積むことによって、もともと武器の属性値が75だったと思うんだけど、これがなんと107まで伸びます凄まじいでしょ、とんでもないと思う、まあ、でただこの値って、その福間共鳴よりは低い値ではあるんだけれども、ただまあ福間共鳴は徐々に体力が減っていくっていう、まあ、ちょっと厄介な効果もついちゃってるから、ノーリスクでね、この属性値まで上げれるっていうのはかなり強いと思います。まあ、ただその防具が限られるっていうこともあって、ちょっとねこの攻撃がレベル2で止まったりしてるとか、ちょっとね気持ち悪いところが何個かあると思うんだけれども、これでもね十分強いのでね、ぜひね作ってみていただきたいなというふうに思います。で、あと、装飾品の時に、スロット4のやつが1つ空いてますっていうお話をしたと思うんですけれども、もしもね防御力が気になるっていう人は、防御の5をそこに入れたり、気絶が気になるよって人は体絶の3を入れたり、それはね皆さんのプレイスタイルによって、まあ石をはめて、石じゃないね、装飾品をはめていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、実際のとこ、まあ、107の属性値でどんだけ攻撃力が出るのかっていうのが皆さん気になると思いますので、続きまして実践編に移っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは実践編どうぞ。はい、ということでやってきました。今日の相手がナルガクルカさんです。対戦よろしくお願いします。となんかでかくね、でかい気ですね。で、カウンターフルチャージで盾強化と、で戦っていきましょう。で、ここもらおうか。もらえなかったね立ち位置がねしっかりしてるとね、今のところでもカウンターフルチャージともらえるから、それはしっかりね狙っていきましょう。これ尻尾ビターン1回かな。ここは GP からの超解放返していくといいね。399、尻尾で399だからね、かなりダメージ出るね。で、これは方向に合わせてカウンターフルチャージからの高出力、超高打つとね逃げられちゃうから、あそこは高出力しか入らない。今の攻撃はね背面ができるから、それも見せていきたいね。ガードして2発目を、これ剣強化にしようか。剣強化もらって戦っていこう。よいしょ。でもこれはね、あのガードして待ってていい。こいつまたくるくる回ってきて、最後にねこれ飛んでくるやつがあるから、ここでガードポイントをすることによって開始の超解放が打てていく。いいね。翼に451、いいダメージ出るね。これもね背面カウンター取れるので、もしね、あの状況が整ったら狙ってみるといいと思う。で、これは高出力でしょうか。 OK、 いいね。265入る。で、頭破壊できてるから、
血気でちょっと回復できると。で2回目が来るからこっち向いて超解放を返していくと。 OK いいね。でこけちゃったから、まあ、このまま超解放どっか、このまま超解放打っていくと。で血気でしっかり回復すると、ね、結構ねなんかスキル的には中途半端なスキルが並んでるなっていう印象があったかもしれないけど、やっぱね雷属性が高いだけでめちゃくちゃ強くなる。うん、それは間違いない。よいしょ、これちょっとずれよっか。 OK でここは高出力 OK、 いいね、しっかり入ってるね。でお切りになられるから GP からの高出力 OK265、 すごいよね高出力で265だからね2回来るかなこれ、2回来るね。おっとすり抜けていく謎にすり抜けましたね。今携帯変化前進で分かったな、飛んでくるかな、来ないね。どうしようかな、縦強化しとこうかな一回。ガードガードでこれ縦強化しようか。 OK でお供の麻痺が入っていくと、これ飛ぼうか。じゃあホッパー飛んで、よいしょ、頭に向かってしっかり入れていくと。いいね、いいダメージ出るね。惜しかったよいしょ、で瓶溜めますと。でしっかりガードして、で回転します。2回目を今反撃できてないね、普通のガードからだけど超解放につなげていくと。で距離が空いたら携帯変化前進で詰めていくと。 OK でこれホッパー変えて飛べるかな、飛ぶ時間あると思う、ないかもしれない、これ止まんねえかな。 OK しかも450入っていく。福間使わずにこのダメージ量だからね、相当やばいと思うわ。もう捕獲ライン来ちゃった。でもあとは捕獲して終わりましょうか。1エリアでね捕獲までいけちゃうからね、これくらいのね、割と俺あんま上手くないからガバガバプレイなんだけど、それでもねここまでいけちゃうから、よいしょ、 OK、 よしでこれで完了と。あ、一応見よっかタイム。あ、これで5分切りだね、4分21秒。うんって感じでね、まあ血気の回復を見せれたと思うし、やっぱりねこの属性武器って属性値を上げるだけでめちゃくちゃ強くなるまあ一発400って冷静にかなりやばいダメージだからね。うん、以上雷属性チャージアックスの装備紹介動画でした。まあ、風雷合一を使用することによって、まあ、火力がねかなり伸びていたと思いますで、まあ、スキル一覧だとちょっと気持ち悪いんだけど、まあ、必須スキルはねあのしっかりレベル高く積んであると思いますので、まあ、かなりね使いやすい装備になっていると思います。もしね参考になった頑張れという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録高評価をしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。